千金。どうもどうも、奥チャンネルだー。今回なんですけども、ワンニャースクラッチでございます。で、はい、今回ですね、こちら、ワンニャースクラッチのメインクーン2ですね。前回メイクインジャガイモカヤっていうね、感じで間違っちゃったので、ちゃんと読ませていただいております。で、今回ですね、ラッキートライアルということで、とにかくここ削ってね、ここのものと同じ絵柄が出たらいいんだよというふうに書いてあります。で、1等が30万円、2等が5万円、3等が1万円、4等が1000円、5等が200円となっております。で、こちらですね、近畿宝くじということで、地域限定のものになっておりますね。で、こちら200万通り4億円使われていて、1等が20本しかないというね、悲しい形になってます。もうちょっとあってもいいんじゃないとは思うんですけど、個人的にはね。はい。で、今回ですね、バラ買い10枚ということで、一応今回は2店舗ですね、5枚5枚買ってます。別にこれ5枚5枚じゃなくてもいいんですよ。5店舗回る時間あるんだったら2枚を、5店舗で買ってもいいしっていうことで、ただでもそこでばらける可能性もあるし、取れる可能性もあるしというところで、おすすめとしてはバラ買いするんだったら、バラと袋と、2つやった方が多分、楽しみ方的にはいいと思います。どっちかだけでいくと、やっぱり良かった時もあれば悪かった時もあるので、そこ補完する意味でバランス取る買い方の方がいいんじゃないかなと思っております。はい、じゃあ早速で、動画やっていきたいと思います。百戦金いきます。はい、では、1枚目でございます。まずはラッキーマークいこうか。はい、ボールですね。ボールですね。ではいきます。さあ、頼む、上から来い。いきなり来い。来ないね、いきなり来ないね、来ないね。やべ、いくぞ、来い。ボール違う。けだまじゃん。いや、これね、これとこれマジややこしいね。ちょっとね、もう本当だよ。本当に。ボール違いだわ。丸いだけだったですね。はい、では行きましょう。2枚目でございます。いきます。ラッキーマック。さあさあ、どうだ。お、カバンですね。カバンっていうか、カゴっていうか。とにかくカバンです。はい、では行きます。さあ、来い。来い。ボール。ボール出たらちょっと嫌だな。来たーです。来たよし、嬉しい。とりあえずマット1枚、これ確か最強保証3枚だよね。はい、ありがとうございます。来たいいじゃないですか、早めに、ね、出た方がね、個人的には安心でございますね。はい、では行きましょう。3枚目でございます。ちょっと軽くね、喋りながら行かせていただきたいと思います。ラッキーマーク。最近マジ寒くなったよね。びっくりだよね。なんかね、前の動画でもう言ったかもしれないですけど、僕インナーダウン、いったこれヒートテック着て、ニット着て、中にインナーダウン着て、ジャケット着て、で、さらに上にダウンジャケット着るっていうような感じで、仕事行ってるんです。で、ありがたいことに、体は全然寒くないんですけど、顔とて寒くてしかない。あと、靴下がね、やっぱ、もう分厚いの履かないとダメだね。とにかく寒くなった。もうなんか冬って感じですね。行きましょう。こっちは、冬モードは勘弁してくれ。あれだっすか。シェー、最低保証あと1枚。いいね。今日いいんじゃない、超えんじゃない。最近ちょっとね、一応最低保証ピタピタまでは来てるんですけど、ちょっとやっぱそこで、負けてるので、負けてるというか勝ちじゃないですかね。結局バラと袋で言ったら、バラで最低保証いっては、勝ちは勝ちなんですけど、一応ね。ただでも金額的には言ってとりとりなので、そこはちょっとってなってはいます。できたらだから勝ちたいですね。金額で勝ちたい、それが僕の考え方です。いきます。でもバラが今んとこ悪くないよね。何個か見落としとかもしてるので、結果的にはちょっとバラついてるんですけど、バラが悪くないなと思ってます。ただでもね、やっぱ外れとき外れだよね。坊主もあるからね。いきます。S アバコって焦った。これややこしいよね。これ画面とこうだと一緒じゃんってならない？これなるよね。怖い。いきます。頼むよ。コン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 釘を刺す。
いや、なんか2枚出てるからちょっとね、緩んじゃってますね。僕がね。僕が緩んじゃってるっていう感じですね。はい。よし、行きましょう。5枚目ですね。折り返し。早いですね。そう。で、ちょっと、ちらほらですね。多分、早かった。2月からかな。ミニロトに変わる新しい挑戦いけますね。はい。まあ、ある程度大まか決まったので、あとちょっと、積み上げデータを今のうちに足し算していくっていう形でやってるんですけど、そう。ちょっとね、新たな挑戦いきたいので、これもね、なんとか頑張って当てていきたいなと思います。いきます!そう、スクラッチも当てたいよね、やっぱ。スクラッチがでも一番当てたいかな。あの、自分の中でやっぱり一番コンテンツとして、やっぱり、数も多いし、個人的にはキラーコンテンツだと思ってるので、僕は。そう。だからね、撮りたい。いきます !D1! キラーコーンねー甘くないなこの2枚出てるのに、ちょっとじらすってなんか、やるせないですよね。なんか、全然やるせないですね。全然やるせないですね。はい。じらしてくんなぁ。もうどうせだったら3枚と言わず5枚ぐらい出せよ。いきます、ラッキーバックっていうね、テンションにはなります。まあ、でもね、これ前の動画でも言ったんですけど、あんまり、まあなんか一応僕、こう、宝くじ一等当選者になったわけじゃないですか。で、かといって、じゃあ、まあ、運よくね、これも当たりました、リンゴ5も当たりました、絶対そんなことない。ね、次の新しい挑戦だって長く多分戦わないと、ノウハウもないし、ルールも分かんないし、あ、こういうパターンあるんだっていうのはやっぱ蓄積しないと当たんないんで、まあ僕ね、それで言ったら、ずっと同じものミニロトをずっと買いまーすみたいなことは絶対しないので、だからまあ、ミニロトはもうクリアしたから次ロト6か7か行くよみたいな形なので、まあ要はまあ、2回当選ね、何かで運が良かったらあるかもしれませんけど、基本的には、まあ、全部クリアしたら、もうそれが僕のチャンネルのおしまいだよっていうところでございますね。いきます。そう、それね、なんか昔の動画で言ったんですよね。なんか概要欄、分かって、ちょっとこれだってあったら貼っときます。ちょうどね、なんか子供が生まれた時になんかね、インタビュー方式で作った動画があるんですけど、多分それがそうだ、ね、なんかそれでちゃんと僕全部、要はこうなったら、こうなるんだよっていう話はしてます。はい、行きましょう。リーバー1000円でもいいんだよ。1000円でもいいんだよ。リーバー、リーバー、リーバー、リーバー。そう、まあちょっとね、 YouTuber としてはじゃあその後どうなるかっていうのは分からないですよ。例えばまあ、絶対ないと思うんですよ。人生において、例えばじゃあロトシリーズ全部3つコンプしたよってことがまあ仮にあったら、ね、多分ないと思う。それは死ぬまでないと思うんですけど、あったらじゃあ次どうすんのっていうのは、まあそのためにまあ言ったサブチャンネルがあったりとかっていう風にしてるんで、そう、まあまた違うね内容配信してますが、まあ基本的にはやっぱこのチャンネルはずっと宝くじでね、基本的にはブレない感じでいきたいなと思ってます。いきます。そう、ブレるとね、もうキリがないんですよ。あれもやらないといけない、これもやらないといけないっつって、まあ髪の毛ぐらいはね、僕今グレーヘア研究所っていうもう一つ3つ目のチャンネルがあるんですけど、まあちょっと1本しか投稿できてないんですが、まあ、あれはあれで趣味チャンネルとしてやりつつ、まあ、こっちで出してもいいかなとも思ってます。両方で出そうかな、それで言ったらね、その方がいいかもね。はい、いきます。最高。そう、両方で出していけるのかな。なんかあるんですよね、動画かぶったりしてたら、これ権利かどうのこれ、いや権利一緒だからいいじゃんってなるんですけど、おい怖いなこれ。いく、頼む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 、しゃーこれは咳はオミクロンじゃないです。乾燥したら喘息なんで、僕喘息なんです。乾燥したら出るんですよ。よっしゃ、嬉しすぎです。めちゃくちゃあれだった。席が同時出た。あれだ、最低保証クリア。これでとりあえず。ちょっと、一安心。そう、これ下回ったら結構きついから。はい、では行きます。もうわかんない。7枚目か8枚目ですね。はいはいはい、なるほど。餌箱だ。やっぱ4枚欲しいな。行きます。餌箱。で、リボンね、これ。これね、ほら、この段階でちょっと一瞬、親、サイズは違います。違うんですけど、親ってなります。行きます。頼む頼む頼むぞ。いけー、だって見えてたんだもん。でもやっぱもう1枚ですね。やっぱそこは死守したい。なんだったらあと残り2枚あるんで2枚出したい。はい、ということで、残り2枚か。早いな。いきます、ラッキーマーク。うん、こうトンネルですね。猫がくぐると真ん中から行きましょうか。
いきます。おー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 、なるほど、ここはない。じゃあこっち行きましょう。おーおーおー、なるほどなるほどな、なるほどな、この削り方の方がいいな。では参ります。いきます。さあ来い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 、おーなんないか、まだわかんねえ、こっちで来い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 、いたーしゃ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 ー、超えたぞ、最低保障超えた、久しぶりだ、やったー、800円、まだわかんない、でももう1枚あるかもしれない、ね、5枚出たら最高よ、いいよ、かなりいい。では行きましょう、最後10枚目ラッキーマーク5枚来い。あ、ちょっと削れちゃった。では行きましょう、真ん中から。これいいな、この削り方いいわ、スリルあるわ、これがいい、これがいいぞ。よしよし、じゃあ次ここですね、はい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 、なるほどなるほど、よっしゃ、じゃあ行くか、最後1枚いきます。じゃあこの野郎来い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 、最後よらいのー、最初と最後が紛らわしい。